エレンスト・バンダイクは南アフリカの車イス陸上競技選手、パラサイクリング選手、パラ水泳選手。1973年に西ケープ州セレスに生まれる。先天的な両足の欠損を持って生まれたが、スポーツマンであった両親は彼の競技能力を見抜き、スポーツを進めた。最初はグラーフラインの学校に通ったが、そこでは満足できなかった。その後、 キンバリーにある障害を持った子供たちのためのエリザベス、コンラーディ学校に通った。10代で全国的なスイマーとして競技に参加した。1992年にステレンボッシュ大学に入学し、スポーツ科学の学位を得た。2006年にはスポーツの各分野で活躍した選手に贈られるローレウス世界スポーツ賞の障害者部門で受賞している。 2010年のボストンマラソンでの9回目の優勝を称え、南アフリカ政府はイーカマンガの国を与えた。妻と娘がおり、西ケープ州のパールに居住している。イネイブルデスポートという会社を経営しており、障害を持つアスリート向けの危機に関する事業を行っている。ボストンマラソン男子社椅子の部において10回優勝している。 パラリンピックには1992年のバルセロナ大会に初めて参加し、水泳と車椅子陸上競技に出場した。その後は東京大会まで連続で出場している。初期には短距離に出場していたが、後に中長距離を専門とするようになり、近年ではパラサイクリングに出場している。2000年のシドニー大会の400メートルで銅メダルを獲得。 2004年のアテネ大会では800メートルで銀メダル、1500メートルで銀メダル、5000メートルで銅メダルを獲得。また2008年の北京大会では車椅子マラソンで銅メダル、ハンドサイクルにおいて金メダルを獲得している。ハンドサイクルでは2009年にイタリアで開催された UCI 世界選手権で銀メダルと銅メダルを獲得。 また2007年にボルドーで開催された UCI 世界選手権でロードレースとタイムトライアルの2種目で金メダルを獲得している。ありがとうございます。